あこんなところにいらっしゃったんですか探しましたよお嬢様。何かお目当ての本でもあるんですか言ってくだされば私がお探ししますっていつももうして。ん <laughs> ああそうでしたね。確かにお嬢様って本の匂いが大好きですもんね。だからここが好きなんですか。うん。私も好きですよ本の匂い。 何て言うか落ち着きますよね気持ちがでも書庫には重たい本だってたくさんあるんですよこちらへいらっしゃるときは私にちゃんとお声がけしてくださいね危ないので一緒に参りますからねうんーとあそうでしたお嬢様先日のお食事会でご一緒された男性のことを覚えてらっしゃいますか本日またこちらへお見えになることは覚えてらっしゃいますよね そそろそろおお約束のお時間ですよ急いでお迎えの準備をしないと恥かけますよ、うんえ,いいえその今になって会いたくないって言われましてもお断りするわけにもいきませんしそれにほらもうお見えになられたようですよもういらっしゃってるんですからとにかく一度だけでもお会いしてお茶をご一緒するだけでもいいじゃないですかうーん。はあ お嬢様、そのような潤んだ瞳で見つめられても困りますって。時期に他の使用人たちも探しに参りますし、逃げることは難しいかと思いますよ。え机の下に隠れるんですか私も一緒にい,いえ、それはいくらなんでも古典的というか、ちょ、そんなに強引に引っ張らないでくださいよ。まったく、仕方のない人ですね。 まあ100歩譲って隠れるのはいいとしてもほら使用人たちが探していますよどうするんですかきっとすぐに見つかってしまいますよふお嬢様って昔からこういうこと常習犯ですもんねこのようなことがあると必ず嫌がってなぜ男性とお近づきになることをそこまで堅くなに拒まれるのですかうん 一体俺がどんな気持ちで毎回その場セッティングしているとああいえ何でもありませんよそれにしても書庫の机は大きいとはいえ窮屈ではありませんかもう向こうに行ったみたいですし一度ちょっと外に出ましょうかああいえ別に決して嫌なわけではないですけどただお嬢様との距離が近いとその何と言いますか <laughs> お嬢様って、こういう時ちょっと意地悪ですよね。もうお嬢様のような方に仕えると辛労が絶えませんよ。これまで一番近くでお嬢様のことを見守って参りました。時に思わず溢れ出しそうになる気持ちを抑えながら。なのに、お嬢様は時折そんな私の気持ちを試すようなことをなさいますよね。今みたいに。 これから先もこんな日々が続くのかと思うと正直耐えられる自信がなくなってしまいましたまあとにかく今も理性が飛んでしまわないように必死に耐えているんですよまあもしもし今この状況で私があなたの手を取ったらどうしますかあなたのことを抱き寄せたら あなたのその唇にもし私がキスしたらああもうこのままでは本当にそうしてしまいそうで怖いんですよあなたはからかっているだけかもしれませんけど私は本気であなたのことをえあのお嬢様の方から手を握ってくれるなんてなんでそんなえ好きでしたっていいんですか 私なんかで本当に私のことを男として見てくださっているんですかああいえそのなんだか驚きすぎてしまって状況をよく理解できていないんですけどまあでも理性などというものが完全に吹っ飛んでしまったっていうことだけは確かですならもうこの手は離しませんよ だってずっとずっと耐えてきたんですからねあなたに触れたいっていう衝動にだからもうこのぬくもりもその瞳もそしてその唇も全部私だけのものですからね今後もしお嬢様に言い寄るような男が現れたら私は正々堂々と戦いますからねこんな風に隠れたりなんか絶対にしませんからね <laughs> さてとじゃあもうそろそろこっから出ましょうよ狭いし立てますかはい立たせて差し上げますからそのまま私の手を握っていてくださいねはいどうぞうんじゃあ私は今お見えになっている男性にお詫びを申し上げてまいりますねお嬢様の瞳にはもう私しか写っておりませんからって そしてお嬢様のことを見つめていいのは私だけですからって <laughs>。ああ、あと、大切なことを一つだけお嬢様に忠告し忘れてましたね。ちょっとこっちに来てください。ん私の愛って、海よりも深いんですからね。その愛をちゃんと全身で受け止めてくださいよ。そして、 私の…あいや俺のものになる準備ちゃんとしておけよ。